HM7 バイトは、餌のアリアン V ロケットの上段であるアリアン 5SSA、E3CA に搭載されている、欧州宇宙機関発の液体水素と液体酸素を推進剤とする、ガス発生機サイクルのロケットエンジンである。アリアン模様の上段エンジンであるビンチによって置き換えられる予定である。現時点ですでに300機近くが生産された。HM7 エンジンは1979年、 HM4 をもとにアリアン1の3段目に搭載する目的で開発が開始された。初飛行は1979年12月24日で CAT-1 衛星の軌道投入に成功した。アリアン2、アリアン3の導入では上段エンジンの性能を高めなければならなかった。エンジンノズルを延長して燃焼室の圧力を30から35バーに高めることで 引水力を高め、燃焼時間を570から735秒間に延長した。認証試験は1983年に完了して、改良型は HM7 バイトとして分類された。HM7 バイトは、アリアン2、アリアン3と同様に、アリアン4の3段目に燃焼時間を780秒に延長して搭載された。2002年、最初の S サバンがアリアン5で、 初めて使用されたが一段目から分離する前に打ち上げは失敗した。2005年2月12日、HM7 バイトは初めてアリアン 5S サの上段として作動した。低温エンジンへの切り替えは応答性が良く、アリアン 5S サは従来のアリアン 5G より積載量が増えた。HM7、HM7 バイトエンジンファミリーはアリアン1から4での使用で5回失敗している。 現時点ではフライト V70 は HM7 バイトの最後の失敗である。HM7 バイトはガス発生キサイクルの液体水素と液体酸素を推進剤とするロケットエンジンである。再着火機能を持たない。アリアン5では連続950秒を作動する。水力は 62.7kN で、被水力は444.2秒である。 燃焼圧力は3.5ンパである。ありがとうございます。